どうも、楽読インストラクターのピロミンです。今日は自宅からですね、あとすっぴんでお送りしております。いや、今夜の10時回ったところなんですけれども、まあこの時間までね、お化粧し続けるのもなかなかお肌に良くないので、まあお風呂上がり、化粧を落として、息子の寝かしつけも完了して、ちょっと時間ができましたので撮ろうかなというような流れでのですね、撮影タイムでございます。はい、今日お話ししたいテーマはですね、テレアポのフロントブロックトークでございます。あのテレアポって、まあ、あのコールセンターだったりとか、あの、まあ、営業マンの方がですね、あの会社さんに電話をかけてアポイントを取ったりとか、あのアポは取らないまでもお客さんのお話を聞かせていただいたりとか、まあ、ここはね、まあ、引き続き接触すべき企業さんなのか、まあ、一旦ね、ちょっと 見込みのリストから外した方がいいのかみたいなのをですね、目的として電話をかけるやつでございますね。あの私新人時代、今日から営業に出ていいよって言われた日、50件ぐらいかな、ここの企業さん電話かけていいよっていうリストもらったですよ。で、1日にあの青山頑張って全部かけたんですよね。でも残念ながらアポは一件も取れませんでしたねえ、新人ピロミンは痛く胸を痛めましてあの、まあ、これがね、続くとね、鬱になっていくパターンかなというふうに思います。まあ、鬱にならないまでも会社に行くのが嫌になっちゃって営業を辞めてしまう、まあ、コールセンターの仕事を辞めてしまうっていうのがあるあるのお話かなと思うんですけれども、これアポが取れないから苦しい、話を聞いてもらえないから傷つくだと思うんですよね。これ結構楽しそうにやることもできる。まあ、実際楽しみながらやることもできるんですよね。で、これフロントを、まあ、結構フロントブロックって、営業の世界では呼ばれてるんですけれども、もう、担当者さんとか、まあ、決済者さん、まあ、この商品を導入するかどうかを決める権限を持ってる方ですけれども、こういう方に電話がつながる前に、断られるっていう。ね、もう電話を取った方にも、いりません、ガチャリみたいな。傷つくやつなので、まあ、このフロントブロックをですね、まあ、通過できるかどうかがまず1個ポイントになってきます。これ私がですね、リクルートで営業マンしてた時に、まあ、実際にやってたテクニック3点お伝えさせていただきたいと思います。まずですね、第一印象が大事という話題です。私の、ね、冒頭のトーク1個お伝えしたいと思うんですけれども、リリリン、ガチャ、はい、なぎなぎです、いつもお世話になっております、なんとかの青山ですみたいな初めて電話する企業さんですよ。なのにとりあえずいつもお世話になっておりますっていう言っちゃうパターンです。別にこれ嘘ついてるとかじゃないと思うんですよね。今は取引がないけれども、別に私この企業さんの商品を使った経験あるかもしれないじゃないですか。なのでそういう意味ではいつもお世話になってますって別に嘘じゃなく言っていい言葉だと思うんですよね。まあ、一般的なね、理解だと取引があるないで使う使わないがね、決まるキーワードかなと思うんですけど、なのでまあとりあえず冒頭、いつもお世話になっておりますって言っとくと、相手の窓口の方も、もうこの会社とうち取引あったんだっけっていうのが不安になって、とりあえず切りにくくなるんですよね。そうっていうのがね、まず冒頭切りにくい雰囲気をフレンドに醸し出していくっていうのが大事かなと思います。で、2つ目ですね、この相手の企業さんにとってフィットする一言を挟んでおくという感じです、私はそうですね、営業マンの頃、スクールの生徒募集の広告のですね、営業マンだったので、春のタイミングだと、まあ昇仙期でいらっしゃるので、ね、春の募集を最大化する新プランをお伝えさせていただきたくお電話しましたとか、ね、ボーナスのタイミングだと、そろそろボーナス期なので習い事に投資する方も増えると思うんですよねみたいな、ね、みたいな、そういう投稿をさらっと、あまり長いと聞いてもらえないので、一言、ここが大事、一言だけ相手が興味を持ちそうなキーワードを挟む、これが2つ目。で、3つ目のポイントはですね、何々さんいらっしゃいますかってもう名指しで呼び出すっていう、これ別に初めて電話するところであったとしても、ホームページとか覗いてみると、担当
者さんかもなとか、あ、この人が社長さんだっていうのって情報あるとですよね。なのでホームページを事前に見て、決裁者、担当者っぽい人に当たりをつけて呼び出してみるっていう。で、結構これで、ああみたいな。で、この1番、2番、3番のテクニックを合わせ技すると意外とフロントはですね、通過できる。はい、ぜひやってみてください。いつもお世話になっております、なんとかの青山です。何々さんいらっしゃいますか？春の募集期なので御社にフィットするプランをですねお持ちしたいと思ってまして、みたいな、そんな感じです。これで多分、まあ当然ね、テレアポは断られる前提のものなので、まあ、断られる、これで 100% 通過できるということはまあ絶対ないと思うんですけれども、多分100分の1の打率だった方が10分の1ぐらいまではいけるかなと思いますので、で、うん、ね、テレアポのお仕事とか、まあ、営業マンの方ですね、よかったら使ってみてくださいという感じで、楽読インストラクターのピロミンでした。今日の話がためになった、参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。あと楽読は営業スキルアップにもおすすめです。よかったらホームページもご覧ください。ではでは。